後でビリビリにされてぐちゃぐちゃどうせ捨てられちゃうのに、なんかもったいない、かわいそうだなって思って、それで詩を書きました。その詩を、紹介したいと思います。クリスマスプレゼント。クリスマスプレゼントは待っていた。包みをまとって待っていた。見えない何かをうちに秘め、開けてほしいと呼んでいた。人の手がそれを引き裂いた。無実の包みは破られ捨てられ、そうして役目を果たされた。人の手招いて裂かれてまでも何かをその手に届けるために。キリストイエスもこの世に下り、体をまとってやってきた。見えない宝をうちに秘め、開けてほしいと呼んでいた。人の手がそれを引き裂いた。無実な体は裂かれ捨てられ、そうして役目は果たされた。人の手招いて裂かれてまでも救いをその手に届けるために。クリスマスプレゼントにあなたもなれる。人の姿でこの世に生きて、見えないイエスをうちに秘め、開けてほしいと呼んでごらん。たとえその身が裂かれても、我が身を持って人の手呼んで、受けた宝を誰かに渡そう。無残に裂かれたあのお体が決して無駄にはならないように、という詩でした。ありがとうございました。プレゼントをもらった時にちょっと、このイエス様のことを思い出してほしいなと思います。